気にせずに、はい、正直に答えてください。これ痛いですか？痛くないです。痛くないですね。ここ大丈夫です。大丈夫ですね。あ、こっちもちょっと痛いけど、これもそっちのが痛いです。そんなガンビちゃんだから。ね、10メートルぐらい離れてるぐらいの声で。大丈夫、ここにいるからね。だからだ。これ痛いですね。痛いです。ここちょっとしゃべってもらってると、人の不幸ってたまらない。緊張させるとさ、硬くなるから。だからそんな余裕なくなるから大丈夫。遊びたいよね。わかる。痛かった。痛い。わかる。痛い。地味に痛い。膝の裏側。足の裏も痛かった。生まれたてのバンビちゃんになってる。7回転ぶ時のやつ。涙目になってるわけない。ビビらせすぎる。過剰に反応してる。やっぱそこから来た方がいい。だけど言ってたこの部分と腰までつながってる筋肉のところがちょっと異常だから、そこを先取った方が早いかなと思って。もうそんなに痛くないので、はい、さっきほどじゃない。じゃないです。不思議。ああ、ちょっと痛い。ちょっと痛いぐらいです。さっきよりは。右は楽だね。右を緊張しなくていいですよ。やられるって分かってる。マッチアイスで回ってもらうべきだと思う。右が前だよね。多分ね、もう片方の痛み知ったから力入るんで、耐えなきゃ。これね、同じぐらいの強さなんですよ。不思議、さっきのが横須賀にやられてる気分だったから。じゃあ、ちょっと残ってるけど、まあそこまでいけない。こっちはほとんど痛くないですよね。もうほとんど痛くないです。ちょっと痛いです。あ、あ、ここ痛い。ちょっと痛い。痛い痛い痛い。さっきのちょっとかな。ちょっとこっちを上にして横向いてください。はい。で、あ、ごめん。そんな表情を見ちゃった。じゃあ痛がり方でさ、このやつのシワを見るんだけどさ、なんかすごい表情。ね、セットしてきたばっかな。美容師さんにやられただけだぞ。美容師さんにやられた。今のところやった。これやりやがった。ってほしい。これわざとじゃないリアルな反応なんです。知ってるから大丈夫。ここにいる人たちはみんな知ってる。あちょっとおねえが入ってる。ちょっと入ってるね。目覚めつつあるみたいな。あそこ目覚めつつあるって。それだよ。なんですかってそれだよね。今日一番資料を出してる。大丈夫。ちょっと硬いね。力抜いてダラーンとして。耳と腕が全然つかないもんね。これつかなきゃいけないんですよ。で、なおかつ言うとここを押さえた状態でつかなきゃいけないんです。力抜いてちょっと待って、ちょっとストレッチ。死にそうだ。目がこう魚みたいな。やばい、死んだ魚。まな板の。まさしく白いし。なんで？このタオルが白くなんつった。ごめんちょっと。ちょっとわからない。字幕がおかしいね。ついた。ついた。浅い。皮膚で。それなんとか法じゃないですか。産む時です。そうそう。まあ今だったらウミガメの気持ちがわかる。涙が出そう。いいよ出してくれて。男の子だもん。なんかうつむせになってください。こっちは上がってないですね。全然。あ、こっちはあるか、いい方だ。うん。大きいね。オッケーです。ありがとうございます。はい。そんな。どうだった？初めてのいろはせっこつゆ。いやでもやってよかったです。やる前が一番ちょっとおねえに目覚めましたね。ちょっと右向いて左向いて。本当にやってる。うん。全力で右向いて。全力で。左向いて。そっち全然向いてない。本当に向いてる。本当に向いてって。分かった。左を向けるとこまで向いてもらって。で、ちょっとごめんね。ちょっとぶっさいくなるけど。全然それ望んでると右に力を右向く方に力を入れてこっちがこっちにせーのはいぐっと5秒間入れます。はい力抜いてはい左向けたら向いてみてください。もうちょっと向けるほら。はい。もう一回右向きます。せーのぐっ1、2、3、4、5。はい、左向けたら向いて。おお。左向いてみて。あ、さっき鼻が全然見てなかったんだよね。後ろから見たときに。この辺までしかいかんかった。すごい。